アメリカ合衆国大統領選挙。アメリカ合衆国大統領選挙。アメリカ合衆国大統領選挙は、アメリカ合衆国大統領を選出するための選挙。この選挙は、具体的には、数字のプロセスに分かれているが、一般に4年後と11月に行われる一連の選挙手続き、予備選挙となる、立候補者選出及び立候補者による、 選挙運動から選挙人による本選、投票、開票までの全プロセスの総称である。各年時の大統領選挙に関する詳細は、末尾のテンプレート、または結果の表の年の列からリンクされている個別の記事を参照。大統領選挙は、アメリカ合衆国憲法第2条の第1節、修正第12条、同、 第22条及び同、第23条に規定される。大統領及び副大統領は4年の任期を務める。大統領選挙の選挙権は、米国籍者に限り、永住権者には選挙権がない。加えて18歳以上であることと、通常選挙人登録を行っていることが要件となる。米国は、日本のような住民基本台帳がないため、 自動的に選挙人名簿に登録されることはなく、選挙人名簿がこれにあたるに、自己申告で登録しなければ選挙人名簿には登録されず、投票資格が生じない。なお、選挙権がないにもかかわらず選挙人登録をすると、刑法犯罪になる。非選挙権は十五歳以上であること、合衆国内で生まれた合衆国市民、両親が米国籍であれば、 合衆国外で生まれても構わないであって、14年以上、合衆国内に住んでいることが憲法上の要件であまた、憲法修正第22条により、大統領に3度選出されること、昇格や職務代行により2年以上大統領の職務を行った人物が複数回大統領に選出されることが禁止されている。このほか多くの州では、二大政党、 民主党と共和党以外の立候補に一定数の有権者による署名を必要としている。そのため、二大政党以外の候補者にとって立候補のハードルは高い。第三勢力の候補者は署名が揃わず一部の州でしか立候補できない事例が多い。2016年アメリカ合衆国大統領選挙の事例では 立候補者は31組いるが、二大政党以外の候補者で全州で立候補できたものは、リバタリアン党のゲイリー・ー・ジョンソンのみである。第三勢力で全州で立候補できた候補は、1996年、アメリカ合衆国大統領選挙のロスペロー以来20年ぶりである。他に、第三勢力からほぼ全国規模で立候補した大統領候補は、 アメリカ緑の党のジルスタイン、47州。ワシントン DC、アメリカ立憲党のダレル・キャッスル、43州。無所属のエヴァン・マク・マリン、40州。無所属のローレンス・コトリコフ、34州。アメリカデルタ党改革党のロッキー・デラ・フエンテ、35州。アメリカ党のトム・ホーフィング、29州。アメリカ連帯党のマイク・マチャーン、25州となっている。 これらの候補は過半数の大統領選挙人を擁立しており大統領に当選する可能性があるのは2大政党の候補者民主党のヒラリー・クリントンと共和党のドナルド・トランプを含めた10名ということになる。また立候補した州でも初めから名簿リストに名前が掲載されている候補と有権者が任意で自書式投票による 追記投票をする必要がある候補に分けられている場合があるに大政党候補必ず名前が掲載される。例えばカリフォルニア州では2012年の選挙からすべての立候補者から選ぶことができるように改正され2012年の候補者6名すべてが名簿に載っている。通常予備選の勝利を確実とした大統領候補が自らとは支持基盤、政策、 キャラクターなどが異なる人物を副大統領候補に内定し、党大会において、政副大統領候補が正式指名を受ける。大統領選挙は、形式上間接選挙であり、有権者は、一般投票日に、大統領候補と副大統領候補のペア、チケットへの投票を制約する、選挙人団に票を投じる。もっとも、実際の投票では、 大統領候補と副大統領候補の名前のペアと、その公認政党の組み合わせの書かれた選択肢に記入して投票すると、その候補ペアへの投票を制約する選挙人団への票と見られる投票方式が取られる。メイン州とネブラスカ州以外では、他の選挙人団より一票でも多くの票を獲得した。 選挙人団がその州に割り当てられた直接選挙票のすべてを獲得する勝者総取り方式とな、いる。選挙人に選ばれる前に制約した候補者に票を入れる義務は、憲法や連邦法レベルでは存在しない。州レベルでは、そのように義務付けているケースもある。全州で獲得した選挙人の数を合計し、獲得総数が多い候補者が勝利する。 有権者の投票数の比が直接反映される制度ではないため、1824年、1876年、1888年、2000年、2016年の選挙では一般投票での時点候補が当選している。有権者が大統領候補者に票を投じる一般投票は4年ごとに11月の第1、月曜日の翌日、 11月2日から8日のうち火曜日に行われる。その後12月の第2水曜日の次の月曜日、12月13日から19日のうち月曜日に各州で選挙人団が集会し、選挙人投票が行われる。選挙人による投票は1回のみである。どの候補者も全選挙人、過半数票を獲得できなかった場合、大統領は 大統領候補候得票者3名以下の中から、会員が、副大統領は副大統領候補候得票者2名から上院選出する。会員での投票は通常議決と異なり、選出週ごとに議員団として投票し、各議員団は議員数にかかわらず1票を有する。議会による投票で選出されたものとして、大統領としては、アダムズ、 1825から1829年、副大統領としては、ジョンソン、1837から1841年がいる。各州から選出される選挙人の数は、その州の上院と下院の議員数に等しい人数、合計535人と決められている。上院議員は、各州から2名ずつ、下院議員は、州の人口に基づいて決められる。 人口は10年ごとに行われる国勢調査のデータを使用する。カリフォルニア州から選出される会員議員が最多の53名であることから選挙人の人数も最も多く55人となる。アラスカ州など会員議員の選出数の最も少ない州は3人の選挙人を選出することとなる。首都ワシントン DC は会員1議席だが最も少ない州と同じ3名の選挙人が 選出される。現在、ほとんどの一般投票有権者はあらかじめ投票先、候補者を制約している大議員団に対して投票する。そのため事実上、選挙人が投票する候補者は、一般投票によって決まる。しかし、連邦法及び合衆国憲法では選挙人が制約に従って投票する、容疑むずけているわけではなく、一部の州では、 中法によって義務付けている選挙人は一般投票と異なる候補者に投票することも可能である。ただし選挙人が一般投票の結果とは異なった投票を行った例は数の上で極めて少なく現在の選挙の慣行が形成されて以来制約に反した投票が当選者決定に影響を及ぼした例はない。また特定候補への投票を制約しない。 選挙人団の立候補、非選出も可能だが、近年では、非制約選挙人が選出された例はない。なお現在では選挙人は、すべて直接選挙で選ばれているが、選挙人選出は、州の権限であるため、連邦法上は、必ずしも直接選挙で選出する必要はなく、歴史的には、州議会によって選ばれていた例もある。 近年でも2000年大統領選挙一般投票のフロリダ州での開票が紛糾した際、一般投票結果の確定が選挙人投票日に間に合わない場合に備えて、フロリダ州議会が独自に選挙人を決定する構えを見ていた。また、ほとんどの州では、勝者総取り方式を採用しているものの、2012年大統領選挙の時点で、メイン州とネブラスカ州では、 上院議員議席分の2名の枠を州全体での最多得票の陣営に与え、残りの下院議員議席分の枠を下院選挙区ごとに最多得票の陣営に1名ずつ,つ与える。コロラド州は勝者総取り方式だが2004年の選挙と同時に行われる住民投票の結果次第で比例割当て方式に変される可能性があった。しかし住民投票の結果は反対多数だったことから、 従前通りの方式にとどまることが決まった。開票は1月6日にアメリカ合衆国の連邦議会でアメリカ合衆国大統領選挙同日に行われたアメリカ合衆国連邦議会選挙で当選した議員による上院会員の総合議会であるアメリカ合衆国議会合同会の上院で選挙人の投票を開票して正式にアメリカ合衆国大統領の当選就任が決まる。 出展、連邦選挙委員会、米国国政調査局の報告には、選挙権取得年齢人口に18歳以上の人口すべてを含むことが注目されるべきである。その数は永住権を持つ者や、重犯罪で服役中の囚人といった投票資格のない者をかなの数含んでいるため、実際の有権者数は多少低くなる。 1994年の永住権所持者はおよそ1300万人。1996年の重犯罪で服役中の囚人は約130万人だった。したがって、選挙権取得年齢人口の約7から10%に投票資格がないことが推測できる。さらに、投票資格を持つ者でも有権者登録手続きを事前に済ませなければ投票権を得られない。 最終的に選挙人の選出方法を規定することができる各州 DC がウップビッチを結び、全国の一般投票された得票者に協定を、結んだ州の選挙人枠を与えようという動きがある。ウップビッチは、これを州法等で法制化した州 DC の選挙人枠合計が過半数270以上となった時点をもって発行する。発行後は、 ウンプビッチを拒み従来通りの方法で選挙人を選出する州があろうとも一般投票最多得票者が270票以上の選挙人票を得て当選することとなる。発行条件を満たさない間はウンプビッチを法制化した州 DC においても従来通りに選挙人が選ばれる。2017年の段階では10州,州と DC がウンプビッチを法制化し、これらの選挙人枠は 総数の約3割に当たる165である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。